内閣府が発表した去年10月から12月の GDP 国内総生産の実質成長率は2四半期連続のマイナス成長となりました去年10月から12月期の実質 GDP は前の3か月と比べて0.1%のマイナスでした年率換算ではマイナス0.4%となり 二四半期連続のマイナスとなりました。GDP の半分以上を占める個人消費は零点二パーセント減で三期連続でマイナスでした。冬物の衣類や外食の消費が伸びなかったことが影響しました。また去年一年間の名目 GDP はドルベースでドイツに抜かれ世界第四位に転落しました。